はい、メイコです。フィアナだぞ。今日は賛否両論の話をしていきたいと思います。何かあるのか？ある。ちょっといろいろと意見を聞いてみたいですね。世間はどうなのかと。まあ、世間といっても、ビックリマン界隈だけの話なんだけど。何を聞きたいのだ？今回はこちらです。33弾はゼロからやってよかったのでは。こちらをちょっと話したいのよね。どういうことだ？33弾から新シリーズとして復活したビックリマンの本弾なわけだけど、私個人としては普通に新一弾として始めた方が良かったのではと思っているのよ。今さらそんなこと言っても意味はないんだけどさ、言いたいから言おうと思う。なんでそう思う？まず私の前提を言いたい。あくまでこの前提においての話であり、別の前提を置くと当然その後ろの考えも違くなるので、そこはまず理解してほしい。それで？私が置いた前提というのは、新規参入者をどれだけ入れるかなのよ。結局今、ビックリマンって、中高年が主体なわけでしょう。やっぱり新規参入、若者入れないと盛り上がらないし、続いていかないと思うのよ。正直、今、惰性でやってる感があるのは、新規参入者がいないから、良くも悪くもお互いこんなものだよね、みたいな感じでやってる部分があると思うのよ。そうかもな。だから、新規参入者、若い人は欲しいわけよ。特に子供はね。それを考えたら、集めやすさ、入りやすさというのは絶対に必要だと思うわけよ。なるほど。ところが、ビックリマンって、昔からやってるものだし、さらに再販があるわけではないから、今から入ろうとしても、どうしても昔のものって、集められないわけよ。集めようと思ったら、莫大なお金が必要なわけで、大人ならまだしも、子供は絶対に無理なわけでしょう。まあ、無理だな。そうなると、集める気なくなるでしょう。どうあがいても、昔のものは集められないのだから。少なくとも私なら、集める気にはならない。なので、集める気にさせるためには、昔のものは昔のもので、続きものにせずに一区切りつけて、新しくシリーズ始めた方が良かったと思ってるのよね。その方が新規参入者は入りやすかったんじゃないかなと思うわけよ。なるほど。それに、新しくしたって、コレクターは買う生き物じゃないの。悲しいサガだな。そうそう、ビックリマンと名がついてグリーンハウスの絵柄ならコレクターは必ず買うし、もっと新規参入者を入れるという視点でもっと大胆にやってよかったんじゃないかなというのが私の意見ね。今さら言うのもなんだけど。今さら言っても仕方ないな。まあそうなんだけど、とにかくロッテはその前提をコレクターに寄せすぎたと思うのよ。やっぱり昔からビックリマンを愛する人たちを手放したくはないしね。それに、ゼロから作るよりも、すでに出来上がった世界観とか設定使った方が、物語が作りやすいというのもあるしさ。旧ビックリマンからの続きものを作った方が、売り上げも一定数見込めるし、やりやすさもあったと思うのよ。で、その気持ちはすごいわかるし、間違ってはないとは思うんだけどね。ここがだから一番賛否が分かれるところなのかもしれない。どの前提に立って新シリーズ始めるべきだったかというのは。ただ新規参入者を増やすという観点から言うと、正直プラスにはなんなかったかなと。逆に入りづらくした可能性もあるよね。新規参入者はいないのか。もちろんゼロではないとは思うし、ビックリメンとかやり始めるから新規参入者を増やすことを諦めたわけではないとは思う。ただじゃあビックリメンとかやるのなら33弾の時にやるべきじゃないのとは思うのよ。それこそ新シリーズのシールを使ったアニメをやるのが良くない。なぜ今やるのか。しかも劇中で出てくるシールが昔のシールだからね。ちょっと何を考えてるのかはわからないね。
なんかちぐはぐなことしてんだな。そんなわけで、一びっくりマンファンのザレ言でした。皆さんは、どう思いますか？まあ、びっくりマン、頑張れ。